撤回して謝罪して一から出直しなさい。だからなんで謝罪しなきゃいけない。差別してからですか。だから証明しろって、それを証明してみろ。全てあなたのやってることを証明してますよ。お前は組織的にね、そうやって言ってるだけの話だろ。あなたとその人たちが関係ついてるんですよ。何を気づいてるんだ。だから証明してみろって言って、今すぐ名前名乗れ。そうだ、名前も名乗れないくせに。なんでマイノリティを探して名前を探して沈黙者は気取んない。卑怯者。何が卑怯者だよ。ほら、そうやってごまかしてんじゃないか。これまでだって。ほらってなんだよ。削除要請来てたんだろ。それを無視してたんだろ。喋んないでください。声かけないでください。うるさいですか。関係ないでしょ。だから何？どういう状況で子供たちを過ごしてたんですか。いつの話ですか。調べた？いつの話ですか。いつの話ですか。だから言いなさい。いつの話ですか。表彰もされて十何年前でしょ。はい。え？だからそれがどうしたんですか。それがどうしたんですか。十何年前なんですよ。俺この活動入ったの 2,3 年だよ。だから何、その十何年前の15年ぐらい前のその活動が何だっつうの。やってましたよ。何だっつうの。言ってみね。子供たちにどんな話をされたんですか。仲良くしましょうとか、そんな話をされたんですか。それと今やってることはどう、ね、全く矛盾しない。あなたたちとは仲良くできないよ。正反対のことして、あなたたちとは仲良くできないでしょ。特にあなた、差別を、特にあなたね、差別をし、特にあなた、あなたとは仲良くできないし、あなたとは仲良くできないし、話しても無駄だから入って邪魔だから。これ撮影してんだから、撮影してるんだから邪魔だからよ、ね、そうしてるんですよ。内中さん、今日も瀬戸さんからお金もらってるんですか。俺はいいよ。君の討論会に吠えても誰でも参加できる。期待してるからな。来て騒げよ、大騒ぎするよ。期待してるぞ。結局来れないんだろ。話し合いできないんだよな。